皆さんこんにちは。衆議院議員の今枝総一郎です。教えて今枝先生シリーズ。今日のテーマは CCS、CCUS です。それでは行ってみましょう。CCS と CCUS って言葉は似ているけど別物なんでしょうか。先生、解説をお願いします。はい。CCS とはカーボンダイオキサイドキャプチャー&ストレージの略で、二酸化炭素回収貯留技術とも呼ばれます。発電所や化学工場などから排出された CO2 を他の気体から分離して集めて地中深くに貯留圧入するというものです。一方 CCUS はカーボンダイオキサイドキャプチャーユーティライゼーション&ストレージの略で、分離貯留した CO2 を有効利用するというものです。CO2 の削減は喫緊の課題ですが、石油や石炭など化石燃料と呼ばれる燃料をエネルギーとして使う火力発電所では CO2 が多く排出されてしまいます。とはいえ、天候に左右されずすぐに発電できる火力発電はエネルギー安定供給を行うためにも必要な電源です。そこで火力発電の CO2 排出量を抑える取り組みが推進をされ、その一つとして排出された CO2 を集めて地中に貯留し、さらには貯留した CO2 を活用しようという CCS、CCUS の技術が注目されるようになったのです。 CO2 を地中に埋めちゃうなんて画期的な技術ですね。でも地中に埋めた CO2 が地上に漏れてこないか心配になります。その心配はいりません。CCS を実施するためには CO2 を貯留する隙間のある貯留層があること、その上が CO2 を通さない遮蔽層で覆われていることが必要です。この遮蔽層が CO2 が漏れないように蓋の役目をしてくれます。地層を適切に選定し適正に管理することで、溜めた CO2 を1000年にわたって貯留層に閉じ込めることができると言われています。そして長い年月を経過した CO2 は塩水に溶解したり、岩石の隙間で鉱物になったりすると考えられています。それなら安心ですね。地中に埋めるってことはそれだけの土地が必要なわけですよね。日本でも CO2 を貯留するのに十分な場所はあるのでしょうか。日本では北海道苫小牧で日本初となる CCS の大規模実証実験が国家プロジェクトとして実施されました。2012年度から2015年度は実証試験設備の設計・建設・試運転が行われ、2016年度からは坑内の海底の下に CO2 を高圧力で貯留する作業が開始されました。2019年には目標である累計30万トンの CO2 圧入が達成され、その後2年間 CO2 が漏れ出ないようにモニタリングを行いました。この実証実験の結果、CCS のシステムの安全性を実証し、操業技術の獲得に成功しました。そして現在、先進的 CCS 事業として、国内 CO2 貯留の5案件を含む7案件が選定されています。地域は北海道、関東、中部、近畿、瀬戸内、九州と全国にわたり、7案件で約1300万トンの確保を目指しています。日本国内でも貯留できるんだったら申し分のない技術ですね。ただコストの面が気になります。 CO2 を地中に埋めるのはコストがかかりそうなイメージですけど、実際のところはどうなんでしょうか。おっしゃる通り、 CCS はコストがかかる点が課題の一つと言えます。特に CO2 を他の気体から分離させて回収するときにコストがかかります。分離回収の方法は CO2 を吸収する液体を使って化学的に分離する方法や、特殊な膜を使って CO2 だけを分離させる方法などがありますが、実用的な技術の確立に向けて研究が進められています。このようなコストを削減するために、 CCUS の中でも CCS で分離貯留した CO2 を資源と捉えて再利用するカーボンリサイクルの仕組み作りが推進されています。これまで CO2 の利用先として一般的だったのは、油田にある原油の回収率を上げるために炭酸ガスを圧入して溜まった原油を押し流す原油増進回収技術と呼ばれる手法や、ドライアイスや溶接など
直接利用する方法などでしたが、こうした方法だけでは利用される CO2 の量が限られてしまうという問題がありました。そこで CO2 を資源として素材や燃料に再利用することで、大気中への CO2 排出を抑制するカーボンリサイクルの取り組みが経済産業省によって提唱されました。 CO2 の利用先としては、幅広く包装材や容器などの化学用品や合成燃料や E メタンといった燃料、鉱物などが想定されています。ここでもまた合成燃料 E フューエルや E メタンが出てきましたね。これまでも合成燃料 E フューエルや E メタンについてはお話をしていますが、本当にこういったカーボンリサイクルの文脈、いわゆる CCS、CCUS の文脈、こういったところでも合成燃料 E フューエルが、そして E メタンが本当に重要であるということが皆さんに分かっていただけるんじゃないかな、そんな風に思います。特に合成燃料 E フューエルについては、自動車産業の未来、これはつまり日本の未来であり、経済であり、雇用を守るために本当に重要ですから、その実現性に対してハテナマークやいろんな疑義をおっしゃられる方もいるかもしれませんが、こういったカーボンリサイクル CCS、CCUS の観点からも E フューエル、合成燃料が大事なんだということも、ぜひ皆さんには知っていただきたいなと思います。カーボンリサイクルによる CO2 排出抑制について適切に評価できる仕組み作りなど、まだまだ課題もありますが、今後 CCS とカーボンリサイクルの連携を実証し、 CO2 を削減、資源化する CCUS への新たな可能性が見出されることに期待が高まっています。カーボンニュートラルというと CO2 の排出量を減らすことが重要だとばかり思っていたけど、 CO2 を再利用するカーボンリサイクルっていう選択肢もあるんだな。新たな発見でした。カーボンニュートラルの実現と合わせて、経済成長や新しい産業の構築に向けても、政府としても CCS や CCUS を含め様々な施策を講じています。皆さんもカーボンニュートラルの実現と経済成長、経済産業の発展の両立を実現するためには、どのような行動ができるか考えながら過ごしてもらえればなと思います。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。これからも教えて今井田先生シリーズでは、新産業、経済、社会、テクノロジー、スタートアップなど、さまざまなキーワードについてお話をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。ぜひ皆さんにはチャンネル登録、そして高評価お願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。